はい、印刷が完了しました。お母さん、いた一つ100円なんで、テープだけでは300円使ってます。みなさん、こんにちは。ゆりなです。にーちゃんです今日はにーたんと一緒にウォールアートを作っていこうと思います。おいしい。おいしい。あ、戻すな。ウォールアートって何って思う方もいらっしゃると思うんですけど、ウォールアートとは壁をキャンパスにしてアート作品を作り上げることです。最近おうち時間が長くなってきたこともあって、私自身にーたんとおうちで何かして遊べないかなって調べることも多くなってきました。そんな時にインスタグラムでフォローしてくださった方がウォールアートデザイナーの方で、投稿を見てるとすっごく可愛くて、しかもウォールアートのデザインを毎月無料で配布しているということで、すぐにご連絡させていただいて無料で使用させていただけることになりました。ありがとうございます。ありがとうねウォールアートデザイナーゆうきさんのインスタグラムは概要欄からチェックしてみてください。先ほど毎月無料でウォールアートデータを配布してくださっていると話したんですが、9月、今月は海の仲間たちの可愛いイラストがたくさんありました。今から皆さんとインスタグラムをチェックしていこうと思います。どっちかに、ここかな、この辺こちらがウォールアートデザイナーゆうきさんのインスタグラムのアカウントです。おうち時間を楽しむお手伝いっていうのがすごくいいですね。ハッシュタグやったつもり撮影会っていうので、こんな感じのねデータがたくさんあって、もうすでに可愛い写真がたくさん投稿されてますね。にーたんとどんな感じで撮影できるか、ちょっともう今から楽しみ。このウォールアートデザイナーゆうきさんのデザインのダウンロード方法なんですが、インスタグラムをフォローしてコメント欄にウォールアートのデータが欲しいですと一言書くだけでいいみたいです。言葉での説明が分かりにくかった方はインスタグラムをチェックしてみてください。今回はお家にプリンターがあるのでダウンロードデータをいただきました。ありがとうございます今からそのダウンロードデータを使って私が印刷してこようと思います。はい、印刷が完了しました。こんな感じでね、いろんな海の仲間たちがあるんですけど、一回全部印刷してみました。お魚シリーズだったり、うん、嬉しいね、にーたん。貝殻シリーズとかいろいろあるから、お家でテーマを決めて好きなものだけ印刷してもいいかもしれないです。これを切り取っていこうと思います。早速おうち水族館へご招待します。ニコちゃんどうぞ。おー、ぴょん。水族館来た？あれ、泡だんだ。あ、泡だよ。あー、見たいです。あれ、あったギリは。あら、魚だらけじゃ。あ、カメさん、カメさん見つけた。カメさん見して。カメさん、さあさあここつけとこう。にーたん、サメが背中におる。ありゃ、魚が。お、サメつけてどうするん、にーたん。あ、ないない。
あ、見つけた。取った？取った魚。はい。あー、よかった。水槽に戻れた。あー、上手。嬉しいね。嬉しい、嬉しい。ママのとこサメが生きよるよ。サメが。やばい。やばい。噛まれた。ママ噛まれちゃった。ママ。ママ。いた、ママが気失ってる。起こしてあげて。ありがとう、起こしてくれた。ほんまに、ありがとう。連れて行く、どこ連れて行く、ママ連れて行く。強引じゃねえ。おー、何それ。見た、クレヨン持ってきた。おー、かける、すごい。うわー、上手上手にいた。あら、とんがりコーンのやつやん、それ。面白い。乾杯。はい、今回使ったものを少し紹介します。ラックは手作りでパパが作ってくれました。こういう木のハンガーラックがあったら、棒の部分にテープを結びつけているだけなので、簡単にカーテンみたいに仕上がります。こちらは PP テープっていうので、全部セリアで購入してきました。一つ100円なので、テープだけでは300円使ってます。それにウォールアートデザインを両面テープでくっつけてます。マスキングテープだったら剥がしやすいので、後片付けが楽かもしれないですね。まだやった、まだやってるよ。これはアートデザインの中にジンベエザメとクジラのデザインがあって、こういう風に両面貼り付けれるように反転デザインっていうのもありました。なので今回私はストローを買って、そのストローに反転のデザインで裏面にくっつけてます。ニコちゃんはここに入れることで遊んどったんだけど、もうちょっと大きい子だったらこれでいいんだね。みんなでこうやって、そこのカーテンから泳がしても可愛いね、こう裏からね。あー、こういう感じだよね。あ、うん、実演とか、ちょっとカーテンの間から出てくるみたいな。いやいや、話しよう。クジラをさ、カーテンの中から、あ、あー、こうか、カーテンの、そうそうそう、あ、こっちのカーテンの話、そうよ、見たもんや。あこんにちは。今日はこんな感じでウォールアートでおうちスタジオを作った動画でした。皆さんのおうち時間が少しでも楽しめるようなアイデアになればいいなと思います。この動画がと思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。さようなら、バイバーイ、バイバーイ。ママ、ママ。